やってきたのは岡山市北区にある丸源ラーメン岡山高柳店です。丸源ラーメンは全国に214店舗を展開、岡山香川には合わせて5店舗展開しています。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。店長の後藤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずは、はい、丸源ラーメンの特徴を教えていただけますか。はい、丸源ラーメンは広い駐車場とお座敷を用意しております。ご家族や団体様でも利用しやすいのが特徴です。本当にね、駐車場広々してますし、お店の中もね、ラーメン屋さんというよりかはファミレスのような、そんな感じなんですよね。家族で来やすいんでね、あの、私も2歳の双子がいるんですけれども、よく利用させてもらってます。そんな丸源ラーメンの看板メニューがこちら、熟成醤油ラーメン肉そばです。年間で1950万杯以上売れる大人気メニューです。年間1950万杯、いや、すごい人気ですね。これでは早速、お肉がねたっぷり乗ってて美味しそうなんですよ。ではこのお肉と麺と一緒にいただきます。うん、この味最高ですね。麺がプリプリで、そしてね、お肉の旨味がしっかり出てるんですけれども、でも後口はものすごくさっぱりとしてるんですよね。スープは1頭から数キロほどしか取れない豚肉の希少部位を炊き込み、その旨味を余すことなく使用しています。そして麺は自社配合のストレート麺を使用しています。こだわり満載なんですね。さらに後藤店長おすすめの食べ方が、この柚子胡椒おろしを溶いて食べるとまた違った味が楽しめるんです。あ、柚子胡椒おろし、じゃあちょっとこれね、スープに溶いてラーメンに柚子っていうのがね、これまた珍しいですよね。ではたっぷり溶かして、こちら麺と一緒にいただきます。うん、うんうん、さっぱり爽やか。わー、これまた美味しいです。柚子と大根おろしでものすごくさっぱりとしてるんですけど、でもだからこそね、なんかより一層お肉の旨味が引き立つような、そんな感じがしますね。一杯でいろんな味わいが楽しめます。他にも20日間熟成させた旨味たっぷりの特製泥だれラー油や、低温でじっくり仕上げた香ばしい揚げニンニクを入れると、さらにパンチの効いた味が楽しめます。暑い夏限定のメニューもおすすめです。カツオ、昆布から取った和風の出汁に牛の旨味を閉じ込めた特製スープ、柑橘などの爽やかな酸味と、もちもちつるっとした喉越しのいいオリジナル麺が特徴の一品、丸源冷麺です。いや、暑い夏には本当ね、ぴったりのメニューですよね。ではいただきます。これまた最高です。つらつらっとした喉越しのいい麺がね、噛んでいくともちもち食感もまた楽しいですし、あとはね、このしっかりうまみの出てるスープとピリッと辛いキムチの相性も抜群ですね。いやー、美味しいです。夏にぴったりのメニューですよ。竹内さん、まだ食べれますか。はい、正直ね、まだまだいけちゃいます。ありがとうございます。もう一品、期間限定メニューを紹介させてください。はい、こちら、とろける半熟卵のうま辛肉つけ麺です。いや、これまた美味しそうですね。今度はつけ麺なんですね。豚肉のうまみが加わったコク深いうま辛スープに、コシが強いもっちり太麺で、暑い夏に冷たいうま辛スープが食欲をそそる一品です。いや、本当にね、この暑い夏に冷たいつけ麺っていうのが嬉しいですよね。いただきます。このピリ辛がたまりませんね。やっぱりこのね、冷たいスープっていうのがね、つるっと食べられていいですし、このスープ自体にガツンとパンチがありますけど、でも半熟卵でまろやかになって、いやー、お肉と一緒に食べるとね、またここに豚肉の旨味もプラスされるんですね。これは本当に夏バテの時なんかでも
ガンガンいけちゃいそうな、そんなメニューですね。いやー、どのメニューも本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございます。定番メニューからね、暑い夏にぴったりのメニューまで、どれも本当におすすめですよ。マルゲンラーメンは子ども向けのメニューも充実、家族連れも訪れやすくなっています。ラーメン業界売上高ランキング2位の人気店の味を堪能してみてはいかがでしょうか。いや、どれも美味しそうで、特に夏限定のつけ麺と冷麺、うん、はい、美味しそうでしたね。そうなんですよ、本当に暑い時でもね、ずっといけちゃうね、はい、はい、美味しさですからね。たくさん食べてましたね。たくさん食べました、はい、元気になりました、はい、では店舗のご紹介です。マルゲンラーメンは岡山県内に3店舗、香川県内に2店舗展開しています。ぜひ皆さんもこの味をご堪能ください。以上、京都ピでした。